こんにちは。人からわかる三分美術史。今日は竹内製法について勉強していきましょう。竹内製法、1864年生まれ、明治から昭和戦前にかけての京都画壇を代表する日本画家として知られます。製法は京都二条城近くの川魚料理屋の家に生まれました。 生法が3歳の頃に明治維新が起こります。それに伴って天皇は東京に移り住み、合わせて多くの有力者が東京に移住。京都の町は次第に勢いを失っていきました。生法は13歳の頃から四条派の流れを組む画家、土田英林に絵を習い始めます。続いて16歳の頃に四条丸山両派の流れを組む画家、 河野バイレーの私塾に入塾。そこで栖鳳は頭角を表し、菊池法文、谷口公共、辻加工と並んで、バイレー門下の四天王と評されるようになります。そんな中、アーネスト・ペノロサの講演を見て刺激を受けつつ、23歳の頃に画家として開業。この頃から栖鳳は古今東西の絵画を研究し、 それを自分の画風に取り込んでいきました。1892年の京都市美術工芸展では、そのことを揶揄され、ヌえ派と評されました。一方で、西方の私塾には、上村松園、橋本関節ら、後の京都画壇を担う春栄が集まり、西方は次第にその存在感を増していきました。西方の作品を見ていきましょう。王子地図 1902年、西邦40歳後の作品です。西邦は本作の前に、パリ万博の視察のためヨーロッパに旅行し、現地の画家たちに刺激を受けました。そして西洋画の遠近法や緻密な写生表現を取り込み、新たな境地を見出しました。半拍。1924年、西邦62歳後の作品です。西邦は、 1942年に77歳で亡くなります。いつからか横山大観と並んで、東の大観、西の西方と評され、1937年より始まる文化勲章の第1回では、2人揃って受賞しています。現在においても、江戸から昭和にわたる日本画の近代化を先導し、現代に続く京都画壇の,の基礎を築いた日本画家として仕上げています。以上。